ム。ちゃんとあった？借りに行けるかしら。残念だけどほとんど本の役には立たないわね。でも確かめてくれてありがとう。建物はどうだった？いつになったら小説を借りに行けるようになるかしら。遅すぎたくらいだわ。みんな大切な銃やら食料やら家族やらのことで頭がいっぱいなんでしょうね。本なんかに目もくれない。とにかくまだ残っててよかったわ。誰かを解き伏せて管理してもらおうかしら。希望を少しくれたお礼にキャップを受け取って。リベットシティみたいに繁栄した入植地がどう始まったのか、その歴史を調べたいの。古いコンピューター機器の取り扱いを載せるセクションもやらないといけないから、ロブコの古い生産施設を調査しないと。最終章はそんな感じよ。さ、何にする？そうでしょ？私が扱うのは捨てられたものばかりだけどね。でも商人がロブコ製プロセッサーをくれたの。すごい値打ちがあるって。彼によれば、ロブコの工場にあるメインフレームに接続すると、何でもお望みのロボットにアクセスできるらしいのよ。それってテクノロジーの活用例としてすごくいいと思わない？そう、ロブコの生産施設にあるメインフレームに差し込むだけでいいはずよ。それでロボットやターミナルにアクセスできるわ。それと過去のテクノロジーを活用できる例が他にもないか、しっかりアンテナを張っておいてよね。何か面白いテクノロジーでもいじくってきた？早く行って友達でも作ってきた。あなた、
りね。
トムの輝きの中で清められるのだ。それで何する？ねえ、何する？楽しんでね。主の輝ける炎によって焼き払われるのだ。何か面白いテクノロジー。しっかりね。ゆでのご滞在をお楽しみください。こんなによくしてもらって。